YMCK は日本の音楽ユニット、チップチューンのジャンルにおいて世界的に活躍するグループである。スイングジャズの要素を加えたテクノポップサウンドをファミコンのゲームミュージックのような8ビット音源とオサノバのようなボーカルで奏でる作風が特徴。アルバム CD のジャケットもファミコンのゲームキャラクターのようなドット絵で描かれており、TV の音楽番組などで コメント出演する際も、実写映像ではなく、ドット絵アニメで登場している。バンド結成は2003年5月。CDR の自主制作版、ファミリーミュージックがヒットとなり、2004年11月に、ウサギちチャンレコーズから、ファーストアルバム、ファミリーミュージックをリリースする。ファーストアルバムのヒットにより、日本のみならず、タイやスウェーデンでも名前は知れ渡り、ライブを行っている。 2005年12月にセカンドアルバムとなるファミリーレーシングをリリース。2008年1月にエイベックストラックスからサードアルバムファミリージェネシスをリリースしメジャーデビューとなる。チップチューンのコンピレーションアルバムをはじめ各方面へのゲスト参加や楽曲のリミックスも積極的に行っている。2008年にはロックインジャパンフェスティバル2008やカウントダウンジャパン零八 永久の幕張、大阪領海場への出演も行った。同年12月には生き物がかりのシングル、気まぐれロマンティックの PV のドット絵アニメーションも手がけた。ライブ以外では素顔は公開せず、音楽誌のライブレポートでは、それぞれのドット絵のイラストが顔に被せられている。公式サイトでは、よけむらが開発したマジカル8ビットプラグというオリジナルのプラグイン形式の ソフトウェアシンセサイザーを公開している。フリーウェアであるため、ダウンロードをすれば、YMCK の曲のような8ビットゲームミュージックが自作可能。バージョンアップを重ねた後、2020年2月26日に、マジカル8ビットプラグにが新たにリリースされた。ありがとうございます。